君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、学校であった怖い話続きをやっていきましょう。5週目、2話目になります。今日やっていくのは、すいません、風間さんになります。僕は風間望む3年だ。それじゃあとっておきの怖い話をしてあげよう。この学校に伝わる怪談の中でも最も怖い話だ。急に始まった。正門の横に校長先生の銅像があるのは知ってるだろう。あれは夜中になると一人でに動き出すんだ。終わり。1、これで本当に終わりなのか尋ねる。2、しばらく黙って様子を見る。一旦尋ねようか。1、これで本当に終わりなのか尋ねる。部室は重い沈黙に包まれた。金間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。ああ、そうだよ。どうだ、なかなか怖いだろう。一体この人は何なのだろう。確かにこの話が本当なら怖いと言えなくもないが、銅像が動くなんてデマでよく言うような話じゃないか。この人は僕をからかっているのだろうか。1、どういうつもりなのか尋ねる。2、銅像のことを詳しく話してもらう。3、しばらく黙って様子を見てみる。ちょっと様子見てみましょうか。風間さんはお腹をボリボリかき始めた。ちょっと何するんですか。僕は慌てて彼を制した。彼はシャツをまくり上げ、おもむろにお腹をかき始めたのだった。ここには女子もいるというのに。風間さんはお腹をかくのをやめ、腰を浮かせ、身を乗り出した。なんだろう。本当に何なんだろう、この人は。不思議な威圧感を持っている。ただ者ではない。先輩が彼を呼んだのは何か深い意味があるのだろうか。この男は危険な香りがする。ごめん、おならしちゃった。風間さん。彼の浮かせた腰からは恐ろしく危険な香りが漂っていた。物質は臭い。臭い空気に包まれた。まあでしょうね。危険な香りて。苦しい。こんなに残酷な仕打ちがこの世に存在するなんて。この苦しさを知ってしまったら、これからの人生にどんな苦難があろうとも乗り越えていける。僕はそう思う。ダメだ。気が遠くなりそうだ。ああ。君、大げさに嫌がるのはやめてくれないか。僕は最上級生だよ。先輩に対する礼儀を忘れてはいけないな。なぜ先輩はこんな人を呼んだんだ。風間さんの態度に僕は腹を決めた。礼儀も何もあったもんか。これ以上は耐えられない。この人が本当はすごい怪談を知っていたとしても、もう関わりたくない。僕は次の人の話を聞くことにした。え？風間さん、申し訳ありませんでした。素晴らしいお話をありがとうございます。どうぞごゆっくりお休みください。あ、帰っていただいても結構ですよ。あ、そうですか。まだここにいるおつもりなんですか。わかりました。でもつまらなくなったらいつでも帰ってくださいね。それでは違う話に移りましょう。次の方お願いします。え、待って、怖い。まだ4分も経ってない。終わった。いや、さすがにちょっと味気ないんで、もう一回だけやってみましょうかね。はい。そんな変わんない気もするんですけど。少々お待ちください。はい。というわけでね、戻ってきました。これで本当に終わりなのか尋ね、しばらく黙って様子を見ると。いや、結局黙って様子見るとあれだったんで、でも最初の選択肢でも変わったりするんですよね。一旦2にしてみます。2、しばらく黙って様子を見る。これ1個目の選択肢なんで、さっきと違います。どうしたんだ？何をみんな黙ってるんだ？僕の話は終わったんだぜ。次の人話せば？結局こうなるのか。いや、次の人の話に移ったら本当に移っちゃいそうなんで、一旦1で。これで本当に終わりなのか尋ねる。はい。これで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。ああ、そうだよ。なんだかあまりにあっけない気がするんですけど。しょうがない。それじゃあもう一つとっておきの話をしてやろう。驚いて腰を抜かさないでくれよ。風間さんは睨むような目つきでみんなを見回すと、咳払いを一つし、ゆっくりと話を続けた。みんな下駄箱は利用するよな。当然だ。あの下駄箱さ。
実はあそこに人玉が出るって話を知ってるか。終わり。おやおやおや。1、これで本当に終わりなのか尋ねる。2、次の人の話に移る。いや、この感じもう一個ぐらい聞いとこうか。物質は重い沈黙に包まれた。これで本当に終わりなんだろうか。僕は不安に思って尋ねた。これで終わってしまったんでしょうか。ああ、そうだよ。何か文句でもあるのかい？いえ、文句ってわけじゃないんです。ただ、あまりに開けない気がするんですけど。僕が二つも話したのに不満なのか。仕方ない。それじゃあもう一つ話すとするか。実はこれはあまり話したくなかった話なんだが。風間さんは思い詰めたように押し黙った。しかしすぐに顔を上げると話を始めた。君たち、3年に小出照夫ってやつがいるのを知ってるかい？あいつ、タヌキに取り憑かれてるんだ。終わり。どうする？もう一個言ってみましょうか？せっかくなんで。はい。もう同じセリフなんであえて読みませんが。もうこれで終わってしまったんでしょうか？そうだよ。三つも話したんだよ。約束では一人一つじゃなかったのかい？もう満足だろ。いや、でも、その、なんていうか、もうちょっと具体的な話をしてもらいたいんですけども。わがままなやつだな、君は。まあ仕方ない。僕は四つも話すつもりじゃなかったけれど。風間さんは悩むように頭を抱えた。今度こそ本当に怖い話をしてくれるんだろうか。風間さんは長いため息をついた後、おもむろに話を始めた。実はな、3年に沢見司って女がいるんだ。細くて釣り上がった目をした頭のいい女なんだがな。あまり可愛くないんだ。彼女は真面目なんだか、付き合いが悪いのさ。誰が誘うとも決して誰とも付き合おうとしないんだ。男でも女でもだ。いつもさっさと帰ってしまう。クラブにも入っていないしな。あ、クラブにもか。僕はね、ある日彼女の秘密を偶然に知ってしまったんだよ。彼女には誰とも付き合えない秘密があったのさ。なんと、8つも進学塾に通っていたんだからな。終わり。方向性が違うよ。次の人の話移ってみようか。2。それでは次はどなたが。僕が言いかけると、風間さんは顎を上げ、軽蔑したような眼差しをちらりと向けてきた。ああ、次の人の話に移るのかい？ダメだな、君は。せっかくこれから僕が本当に怖い話をしてあげようと思ったのに。む、何なんだこの人は。風間さん、さっきの話の最後に終わりって言ったじゃないですか。君ね、取材は相手の話をいかに聞き出すかっていうところにポイントがあるんだよ。相手の話をただぼーっと聞いてりゃいいってものじゃない。まあそれは正しいんですけど。それくらいわからないのかい。まあいいけどね、君が聞きたくないならそれでもいいよ。むむむ。僕が困っていると、風間さんはみんなに向かって次の話の催促を始めた。僕の話はこれで終わりだ。モーソル君がもういいって言ったからね。さあ、次は誰の番だい？やっぱ終わっちゃうんかい。はい。というわけでね、今回全部聞くっていう風にしなかったんですけど、学校合図の方で全部聞く選択肢にしてたかな？確かしてたはず。なので、まあ、よかったらそっち若干終わり方が違うけど、あんまり期待しないでください。はい。なのでまた次ね、お会い しましょう。僕が誤って32話を上げてから31話を上げてしまったせいで、2回連続風間になってしまって申し訳ないんですけど、次はね、違う人の話になるんで、お楽しみにしてください。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。